おはようございます。じゃんくん。お花のじゃんくん。だいぶ汚れてますけどね。決して血ではありません。この顎から出ているなんか液です。息が出ています。血じゃないんだ。血ではないんだよね。透明な感じの、まあちょっと血も混ざってるんだ血けのど、ちょっ実とはね。傷があるからね。でも、もし血がこう出ていてだったら、ここえらいことになってると思うけど、要は汚れに見えます。さあ、昨日の病院から帰ってきてすぐに、エリザベスカラーをつける直前に、顎を足でかいたので、急いでこれつけたんですけど、これをつけて以来、かゆがってこうエリザベスカラー越しにかこうとするとか、そういう、姿勢は見えません。かゆくないのかもしれないんですよね。で、そのかゆいかかゆくないかの問題としては、エステロイドじゃなくて、なんだっけ、ステロイド、液を、まあ通常あげる量はあるんですが、半分でもいいよと言われているので、半分にしといた方がいいような気がしていでまもいいす。し、なくてもいいの？1日おきでもいいし、それは同じ意味だね。半分量だね。かゆくなかったら、かゆがらなかったらあげなくてもいいよ。そだから、とにかく減らしましょうっう。て。だとしたら、まあ書くようになったらにしてもいいかな。そしたら抗生剤だけ今日はあげましょう。様子としてはですね、朝からずっと甘えに来ます。にゃーにゃーって言いながらですね、釣り寄ってきます。今日もここは作業のするための台ですが、ここを占拠しています。なんとか見える位置に。今日そう、猫右だし。今日は、生配信の金曜日なんですけど、歌の日なので、出かけませんよ。夜ちょっと散歩したいなとは思っていますけど。ジャン君、よかったね。今日は2人とも家にいます。パートがないさですんでね。さあ、あさってライブで歌う曲を頑張って練習します。それから今まで、いろんなとこに出してもらえるようになっても、Facebook とかインスタとかいろんなとこで宣伝してなかったのね。そういうことをしなさいよって自分で思いました。なので、コツコツ小さいことでも、何月何日どこそこに出ますよっていうのを書こうと。知ってる人なんかいないよって思ってるけど、そうやって書くことで知ってる人を一人ずつ増やすんですよ。頑張りましょう。爪とぎ長いね。お花をつけたジャン君が爪と入れます。そのまま2人でそこで横になったらどうでお、すおじょか？くんとした。ぽいちゃん、よかったね、ジャンくん来てね。どうする？できる？ジャンくん、そのポーズはポンちゃんが乗ってるからできるんだよ。ポンちゃんいなかったらガッタンってなるからね。ジャン君、そシこャック。で落ち着いてみようよ。2人で乗ってる姿が見たいんだよ。もう乗ってるけどね。そこで2人で寝てみようよ。ジャン君。ジャンくん、そこで落ち着いてみようよ。ジャンくん。降りたのか。もう一回爪とぐのかい。あ、しないな。そこで落ちリラッ着きク場ス所よ。そっちですか。ワンちゃん。ポンちゃん、お手手かわいい。どれ？ポインでしゅ。ポンのお手手。あ、ジャンくんあっち行っちゃった。ポンちゃん。あ、ジャンくんが、頑ジャン張君れ。が ちょっ襟巻きジャン君になってるから、優しくしてあげてね。そうそう。あ、お水飲める？もうちょっと下がったら飲めると思うよ、ジャン君。お皿にね、入らないようにすると。あ、でも飲めてん大の丈か夫だな？よ。飲んでる飲んでる。
ちょっと、花びらが水浸しになって、ジャン君の顔の方に水が行かないといいけど。